登る靴店スーパー G セットフォーアウトドアアドベンチャー。はい、はい、アウトドアですね。登るさんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、ローリングストーンズ、はい、ホンキートンクイメン、うん、ローリングストーンズといえば、うん、どっちが出てきます？どっちというとメンバーメンバーメンバー、あ、誰が？俺の場合やっぱりキースかな。でしょ、うん、俺はミックジャンかもしれない、ね、そうだね、一般人なんで私、ね、でもやっぱり好みがあるからね、はいはい、だから俺は特にギターやってたから、ね、やっぱりギターに耳がいっちゃうっていうか、うん、あ、かっこいいなっていうふうに思っちゃう、うん、そういえばあの前の番組、カナダさんの番組、はい、あのずっとやってましたね、ストーンズね、ストーンズ特集、野次さんの番組ですね、野次さんだ、ごめんなさい、はい、ストーンズ特集になった、やってましたよ、ね、ね、そうですね、うん、はい、まあ、キース・リチャードもね、かっこいいですけどね、うん、かっこいいよ、うん、でも最近この間なんかテレビで見たんだけど、あんまり弾いてない。あ、そうなんですか。ちょこっと弾いて、ついでじゃあなって書いてある大御所はそんな感じですかね、やっぱり、ね、金と、それで金取ってんだから大したもんね、はい、はい、湘南海岸、うん、いや今日はね、うん、久々に海入ったんです、いい波でした。朝行ってきました、あの試しに、うん、あ、そうなんだ、味見したんですけど、いい感じでしたね、セット腰原胸、うん、今あの温床はつって南風に変わっちゃってますけど、うんうん、私が行ってた、まあ、あの8時9時ぐらいは、うん、オフショアで、あの、あ、北風面が綺麗で、ほうほう、うん、いい感じでできましたね。気象条件が良かったんですかね。まあそこ狙ってその時間帯にポンと行くのが、なるほど、はい、あのグルメっていうもんですね。グルメそうですね、はい、まああの明日も、このまんま、うん、南風も入ってるんで、うんうん、波が残って、波が残って、できそうなんですよ。ただまあ明日は終日南風温床が吹いてるんで、目はあんまり良くなく、まあできますよと、うんうん、僕だったら、うん、サップじゃなくてサーフィンやるかな、うん、レギュラーサーフィンですね、うんうんうん、は明日はレギュラーサーフィンがいいんじゃないかと、うんうん、でちなみに明後日は、うん、またこう波はあるんですけど、うん、北風に早めに変わってくるんで、うんうん、波はサイズダウンして面が綺麗になって、まあ、明後日やるんだったら朝から昼ぐらいまでが北風なんで、うんうん、これから徐々に良くなるっていうわけではないの？ないですね。これで今あの今日抜けた低気圧とか絡みの、サイズアップなんで、うん、まあ、だんだんトーンダウンしちゃいますよと、うんうん、そういうことか、はい、で明日は、ちょっとジャンク気味、うん、明後日はまたメンツルだけどサイズダウン、うんうん、っていう感じで、まあ、海遊びはそんな感じでできますよと、うんうん、連休中はどうなんですかね。連休中はね、またこのまんま波は、うん、下がり気味で、うん、最終日が6日でしたっけ、はい、そうですよね、はい、6日あたりがちょっとアップなのかな、うん、その、うん、予報見てたんですけど、うん、そんな感じ、6日やっちゃいますかっていう、うん、めみちゃん行かないんですか、最近行ってないんですか。全然行ってないですよね。全然行ってないですね、はい、白いですよ裏切り風呂になっちゃったのに行っちゃってください、行っちゃってください、やっちゃってくださいって感じですよね、そうだね、まあそういう感じなんで、最終日はいいんじゃないかなと、まあ、混むかもしれないですけどね、結構今日も混んでたんですか。いや今日はね、まあ、私が行ったのは逗子の方なんですけど、そんなに混んでなく、うん、でも、湘南の由比ヶ浜から、うん、稲村七里方面は混んでたみたいですね、うん、あ、うようよ言ってましたね、あのお会いした先輩が、あ、そうですか、混んでるよみたいな、混んでる言ってました、まあ、そうですね、これで休みだからね、そうですね、休みだからみんな頑張ってますね、はい、でまたまだ山が続いている、あ、まだ山が続いている、私も土日、白馬行ってたんですけど、うん、まさかまさかの うっかりパウダーで、うっかりパウダーパウダー降ってたんですよ。でも調子が良くってゲラゲラ笑って滑っちゃって、うん、はい、そうなんですよ。ラッキーってラッキーですね。ラッキーですね、うん、もうその最近はなんかうっかりパウダーっていうらしいんですそうそう、知らないうちに降ってたみたいな、まあ、その後すぐ急にいたちかみが出てくるから、そうなんですね、そういう時もあるんですよね、うん、はい、そうそうそう、ね、気をつけないと、それでうん、じゃあ何いつまで滑れんのっていう人の意見が結構あったんで、うん、ちょっと調べました、うん、よく紹介している湯沢、うん、新潟湯沢の、うん、神楽スキー場は、
ちなみにクローズ予定は5月26日。だいぶ先ですよね、うん、大丈夫なのかな。大丈夫ですかね、まあ、ただ、うん、なんていうのかな、雪が減ってなくなってきちゃっても、うん、マットが引いてあったりするんですよ、でその両サイドはもう土が出てても、うん、真ん中にそのスノーマットみたいなのを上に雪を残すような、まあちょっとなくなればそこだけ持っとけみたいな、でそのうまくリフトの間をつないで、うん、高みまで来てるゴンドラにうまくつないで、うん、そのスキー場エリアの一番上だけ使って回せるような、うん、残して、うん、でその中盤から下はもうハゲ坊主で何もないんで、そこにたど、り着けばゴンドラで下山するという流れの遊び方が多いですよね。まあよっぽど好きじゃないといけないです。そうですね、なんで5月末でまたスキーやスノーボードはねえ、まあでもゲラゲラ笑ってる人いっぱいいるんですよ、まあね、好きな人は富士山のね万年雪っていうんですか、そうです、これが終わって、うん、そう今まだ立山も滑り行ってる人いっぱいいるし、 あとはこのゴールデンウィーク中は、大勢の私物さんとか滑ってるし、まあ、上行くと東北は鳥海山とかも滑ってるし、うん、結構ねまだまだマニアはもう、うん、ガシガシやってます。私はなんか海と両方使いなんで、ちょっと雪の方はちょっとトーンダウンしてますが、はい、まあね、雪オンリーの人はもうまたバンバンバリ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 行ってますね。そうで、ちなみに、うん、神楽スキー場の、もうちょい新潟の日本海より6日町にある奥多摩丸山スキー場は、うん、ここは5月12日まで、今で積雪は230センチとかあるんですよ、うん、でまあ、ここも、さっきの湯沢の神楽なんかも、うん、金土日が、まあ、晴れ晴れ曇りぐらいの流れなんで、うん、6日まで世間休みでしょ、うん、だ3、4、5あたり遊びに行ったら、うん、まあ、いいんじゃないですかって滑って、まあ、日焼けもしちゃうから、うん、で帰ってきて1日ゆっくり休んで会社行きましょう。あ、令和元年滑りですね、じゃあね。そうですね、もう令和初乗り、波乗りですね、令和の初波乗り行ってしまいました。で昨日、おとといは平成の、パウダー締め、パウダー締め納会してきましたね。素晴らしいね、はい、これはもう神様がついてますね。そうですね、もうありがとうございますの世界ですね。幸せですね、はい、そんな幸せですひどい、ひどいと言えばひどいけど、でも私はね、一緒にくっついてたんで、うん、山の方は山の方行きました。そう、スーパージーの、ね、仲間さんたちに混ぜていただいて、いきなりパウダーって感じですか。私はもうそれほど滑れないんだけど、うっかりパウダーですよね、うん、でもこう一生懸命登ってあの景色堪能しました。はい、うん、最高でした。はい、わかりました。なかなかね、なかなかそう、いやでも本当に当たんないんですよ、もうこの時期なんで、うん、そうだよね、雨降っちゃったり、フォギー、ガス、霧だったり、もうなんかそういう気候条件はあんまり、どっちかっつったら悪条件の方に転がりやすいんですけど、もしくはもう晴天すぎちゃってズタボロになっちゃう。でもそうか、一日雪が降ってカーンって冷え込んで、翌日ポーンって晴れたんで、まあみんなゲラゲラ笑いながら滑れました。ね、うん、ヒュッテ前のデッキで美味しいビールをいただきました。はい、それだけが楽しみなんです。いや、そう、私の場合はね、ジャグジーにはブラジリアンティーバッグがないです。嘘です、ごめんなさい。そんなのはない、気を落とさないでくださいね。そんなのはないです。はい、まあ、温泉のいいところがいっぱいありますから、帰りに、ね、槍温泉とか行ってもらうといいの、いいですね、お答えがいいですね、皆さん2人とも、ね、そうですね、はい。まあ、今回はそんな感じで、うん、はい、はい、よろしいですか。また、次報告に参ります、うん、はい、それでは、うん、来週はノーゲストですね、うんうん、で5月15日は加藤貴一さんとコンディさんです、うん、です内海さんとのセッションありかもです、うんうんうん、そうだ、やりますよ、うん、わお、うん、楽しみですね。というわけで、うん、それではまた来週、はい、来週、バイバイ、はい、ありがとう、ちょちょ、お疲れ様でした、スター、ありがとうございました。時間がなかったんで、あ、これ、まあ、来週でいいじゃん、来週やれば、ありがとうございました。